皆さんこんにちは、観音崎市博物館の佐野です。いやー、12月になりましたけど、なんかまたあったかいですね。ちょっと冷えたかと思ったら、いつになったらこの冬らしくなるんですかね。あの昨日ですね、あのジョー君のお母さんがあの面白い人を紹介してくださって、あの東南アジアを中心にいろいろお仕事をされている方で、なんかすごくあの顔の広い方で、カンボジアの方とかで、日本語学校かを、やってる方っていうのをご紹介していただいてですね、会いに行ってきたんですけども、で実はね、カンボジアって僕この YouTube を始める前に結構、何回か行っていて、あの生き物の調査でね、で行っていて、またカンボジアもまだ宿題があるし行かなくちゃなーなんて思ってた時だったんですよ。でその方になんでちょっと会いに行ったかとか興味があったかっていうことなんですけども、カンボジアってすごいこう環境とか生き物とかそういうところに対して、あの国として意識している部分ってね、もうほとんどない国なんですね。で、あの自然博物館もないんですよ。で、それだからこそ、例えばそのもうとにかく発展しようっていうところで、もう自然破壊とかなんでいけないんだっていう、もうそういう概念なんです。でもそれって昔の日本もそうだし、自然がもうすでにある地域とかでは、なんでその自然を保全する必要があるんだっていう考えを持つっていうのはね、いろいろ回って僕も分かったんですけど、それってね結構当たり前のことなんですよ。そうなんです。なんでそんな必要があるんだ、そんなことより発展した方がいいじゃないかっていうのがね、人間のも心理に近いようなねところなんですね。でただですね、僕がカンボジアに行っていた頃、2020年2月が最後なんですけど、コロナの始まる本当前ですね。それこそタガメとかゲンゴロウとかたくさん残ってるんですけども、ついにカンボジアにも、農薬が入ってきて、でそのタガメとかゲンゴロウがものすごい勢いで死に始めたのがちょうど2020年、そのぐらいなんですよね。で、向こうの国ではですね、ゲンゴロウとかタガメをこう取って食べるっていう文化が今も残ってるんです。でどうやって取ってるかっていうと、あのライトトラップです。で、ブラックライトの電球をもう広大なこう大地にですね仕掛けて、ですごいたくさんの人が仕掛けて、そこに集まった虫を取って食べると。でタガメゲンゴロウだけじゃなくて、例えばコオロギとかガムシとかクモとかね、いろんな生き物の中にゲンゴロウとタガメもあるんですけども、でそういう文化があって、いまだにその市場とかでも普通に売られてると。ただいろいろその取ってる方たちに話を聞いたら、最近タガメが取れなくなってきたと言うんですよ。でなんでなんだろうなーっていうふうに言ってたんですけども、それはねもう間違いなく農薬のことのせいなんですね。で実際に田んぼでこう農薬をまいたばっかりの田んぼにタガメとかゲンゴロウも大量に死んでるっていう、そういう光景も僕も目にして、あそもそも、ね、農薬によって生き物タガメとか死んでるってことは認知もされてないんだっていうことをすごく衝撃的に思ったんですね。なのでなんとかこう、そのことをね伝えなくちゃいけないなっていう気持ちがあって、日本ではいろいろこういうことを紹介してきたんですけども、博物館でもね。ただそのカンボジアという国で伝えなきゃしょうがないしということで、なんかこう何にも具体性はないんですけども、そういうことを伝える機関としてカンボジアにも自然史博物館ができたらいいなっていうのをちょっと僕の中で一つ夢として、ね、思ったんですよね。でそんな先にジョー君のお母さんの知り合いの方でカンボジアの方で仕事をしていて、それ学校をやっていて、でなおかつあのカンボジアの偉い人たちともこうつながりのある方ということで紹介させていただいたんですけども、でもねやっぱりいろいろ話を昨日してきたんですけど、そもそもやっぱ環境意識というものの概念すらないと、そりゃそうですよね。で向こうの僕がいつもカンボジアに行った時に頼んでいるガイドさんがいて、僕と同い年の方なんですけど、その方とすごく仲良くなって毎回お願いしててですね、でいろんな話を旅の中でするんですけど、でその人はこう農業とかにもすごく興味がある方で、
で子供の頃やっぱタガメとか自分で取ってそれを食べるってこともやったことあるし、一緒にこう旅しててもこう生き物にも身近にね生き物とこう生活の中で生き物とこう関わってきた、そういうあの少年時代を送ってきた人なので、あのいろいろ、まあ、詳しくて詳しいっていうか、まあその、まあ、なんだろう、その基本的なこととか何ていうの、そのもう身近だったものとしてこういろいろ知ってるんですね。なんですけど、まあそのやっぱり環境意識っていうそのものもそういう概念すらないと。で唯一あの、まあ、自然保護みたいなことやってるっていうのがその象の保全、タイの国境の方をカンボジア北部の方で、ちょっとだけその象の保全みたいなことやってるけど、まあタガメなんてそんなものがね、あの守る存在とか保全する存在っていうことすらも頭にない、誰も頭にないっていう、言ってましてね。なのででもやっぱりね、そのどこの国もそうですけども、こう都会化して発展して自然がなくなってからこういうものは大事だったって言って保全とかをやり始めるんですよ。だからまあ今まで日本もそうだし、そういう道を歩んできた国たちはその部分に関してやっぱりこう学んできた経験をしてきたので、それをやっぱりそうなる前にカンボジアに伝えたいなっていうような気持ちが僕はあるんですよね。ということでいろいろお話をさせていたんですけど、まあ、まあ具体的な話はこうならなかったけども、でもまあそういう学芸員さんが日本に行ってカンボジアに思いを持っているってことは、今度は2月にカンボジアにその行かれるので、話はしてみますって言ってくれたんですけどね。だからまあちょっと今後僕もカンボジアでまだ調査したいこともあるし、あの行くことはあると思うので、まあ機会があればちょっと YouTube の方でも撮っていきたいなとは思っています。で今年の4月にねちょっと海外調査考えてるんですよ。でカンボジアにしようかちょっと悩んでたんだけど、で昨日そのお会いした方、東南アジアに広くこうあの顔が利くっていう方で、ガイドさんとかも紹介していただくっていう風なことなので、ちょっとカンボジアももちろん行きたいんだけども、あのミャンマーとかね、あとインドネシアの方とかちょっと気になってどうしても行きたい国があるので、今回はそっちの方に優先して行きたいなと思って、特にねミャンマーですね。でミャンマーっていう国はですね、僕前からちょっと行こうと思って考えてて、以前、1986年に採集されたタガメの標本をいただいて僕持ってるんですけども、でちょっとそのタガメが気になっているのもあって、ちょっとミャンマーには行きたいなと思って、でミャンマーってとにかくちょっと情勢がね、あの危ない国なんですよね。はい、なのでちょっとガイドさんとかあのしっかりちゃんと頼んでいかないと、自分たちだけで行くってちょっと危ないんですよ。特に僕らなんかもうあんま人が入んないようなところまで行くので、だからちょっと今回あのせっかく縁があったので、昨日会った方にお願いして、ミャンマーのガイドさんとかを紹介していただいてミャンマーに行こうかなって今のところ考えて、ちょっとまだ分かんないですけどね、直前になって変わるかもしれないし、ちょっとミャンマーの状況をまだそこまで調べてないので、行く場所、行きたい場所とかも決めてるんですけど、はい、なのでちょっと4月はミャンマーの方に行って、撮影するかもしれません。はい、ちょっと楽しみですけどね。はい、まあいろいろ